お元気ですか市民の皆さん、キリンの田村博史です。藤井ゆりかです。はい、さて12月後半のお元気収録終わりました。はい、今回は特集で、はい、街の安全を守る消防隊員に密着をしました、はい、ねえ、普段あんな訓練されてるんですね。ね、もうドキュメントでしたね。そうですね。はい、大会に挑戦する模様がね、撮られてましたけども、ね、若手隊員の方がすごく頑張ってらっしゃって、ね、ああいう方たちによって街が守られているんだっていうのを、ね、感じましたよね、うん、そうですね、素晴らしかったですね。水田のレベルの高さも見ることができましたね。はい、我々の今年1年の感じもね、発表しましたね。発表しましたので、果たしてどんな感じが、田村さんのでももったいぶるほどの感じですか。いや、何がですか、失礼な、ガクってなっちゃいましたよ。いやそもそももったいぶってはいないしね。本当ですか。勝手に僕が書いてるのを見て勝手に来たやつが上がってたでしょ。うわ、いい感じと思って。 いい感じじゃない。理由聞いたらね、ちょっと皆さんお楽しみになさってください。いやいや、理由もとても素敵な。はい、ぜひご覧ください。はい、ご覧ください。この番組は毎日 J:COM チャンネルで放送しています。また吹田市のホームページからでもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してください。